お聞きの放送局は 77.7MHz 地域密着ラジオ FM チャッピーです。この時間は入間市役所庁舎内でも放送をお送りしています。本日のお相手は火曜日木曜日担当の森尾由香です。さあ時刻少し早いんですけれども12時36分を回ったところ、今日はこの時間特集を組んでお届けしてまいります。特集は入間市手話言語条例制定についてお話を伺っていきたいと思います。スタジオにはゲストをお迎えしています。ご紹介していきましょう。まずは入間市聴覚障害者の会代表の森田昇さん、そしてそのお隣には入間市手話の友の会会長の高橋留美子さん、そして森田さんの言葉を読み取っていただきますのは手話通訳者社会福祉協議会から南由紀子さんをお迎えしています。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。さあ今日はこの時間、先月の広報入間の特集にもありました手話言語条例制定について皆様ご一読いただけたかと思うんですけれどもね、大変難しい内容となっておりますので、今日は皆さんと一緒にね勉強をしていきたいと思っています。さあ、まず手話言語条例について、手話の友の会会長の高橋さん、ご説明いただけますか。はい、そうですね、聴覚に障害を持つ聞こえない方々の言葉は、つまり言語は手話なんです。今は日本でも手話は言語であるということが法律で認められていますが、まだまだ社会の中では手話についての理解が十分とは言えません。それでは手話言語条例について簡単にご説明いたします。はい、はい、手話言語条例の本文はとても難しい言葉が多くて、私たちからするとなんかこう堅苦しい文章に見えますけれども、内容はこれから簡単にまとめてお伝えしたいと思います。市民の皆さんに手話は言語であることを知っていただく、手話についての理解を深めていただく、そして手話で暮らしやすい入間市のまちづくりを目指すため、入間市と市民と事業者の役割を明らかにしている条例なんです。聞こえない方々が手話で自由にコミュニケーションを取り、手話で目に見える形できちんとさまざまな情報を取ることができる、聞こえなくても安心して暮らせる町入間市を目指しています。うん、手話は言語の一つであるということなんですね。はい、ここまで来るのに、まあ、長い道のりがあったかと思うんですけれども、森田さん、手話言語条例制定までの経緯についてご説明いただけますか。はい、今お話しいただきました通り、私たち聞こえないものはコミュニケーションがなかなか取れず、ずっと長い間手話が必要だということで大切に手話を育んできました。しかし社会の中では手話の理解がまだまだなく、私たち聞こえないものは情報をきちっと得ることができず、コミュニケーションを取ることも難しいということが多々ありました。不便なこと、不安なことがたくさんあったんですが、その中で以前は手話通訳がいなかったということがありました。例えば病気になった時、何かトラブルが起きて相談が必要な時など、通訳がいなくて大変でした。今は手話通訳が増えてきてありがたいと思ってます。聞こえなくて不便なこと多々あります。私の経験をお話ししたいと思います。はい、以前電車に乗っていた時に電車の事故がありました。聞こえる皆さんは聞こえているので
いろんなアナウンス等が聞こえていたかと思います。しかし私は何が起きたのだろう、そういうことが分からずいたということがありました。このようにいくつか不便なことがあったんです。そう思うと手話はとても大切です。皆さんに手話についていろいろ知っていただきたい、手話でもっとコミュニケーションを取りたい、手話でいろんな情報をもらいたい、不便を解消したいという思いを強く感じています。手話言語条例、あ、失礼いたしました。障害者基本法が2010年に手話が言語であるというように明記されました、はい、手話に関する、あ、失礼しました、手話言語法、国の方では手話言語法を今進めているところです。各都道府県が市町村含めて手話言語条例を作り始めている最中です。全国でも手話言語条例を制定し、いろんな自治体がどんどん増えているという現状があります。はい、ね、この市町村での制定の動きというのも進んでいるわけなんですけれども、高橋さん、入間市の取り組みについて教えてください。はい、2年前になりますが、令和元年2019年に、入間市と私たちが一緒になって条例制定に向けての勉強会を行いました。市との勉強会は全部で5回行いましたが、条例を作り上げるまで私たちは本当にたくさん勉強しました。先に条例を制定した他の市の条例の内容を調べたり、文書の言葉を比較したり、市役所と連携してやっと条例案を作ったという思いです。はい、昨年の2020年に、条例案について市民に意見を求めるパブリックコメントが行われました。そしていよいよ今年の2月26日の市議会にて採択されて条例が制定されました。私もその時市議会に傍聴していましたが、市議会では静粛にしてなきゃいけませんので、はい、私は心の中で万歳をしていました。長い長い道のりの末、ようやく4月1日に制定という運びになったんですね。はい、ね、この、まあ、森田さん、今までの生活の中で不便なこと、先ほどね電車の話もあったんですけれども、手話言語条例の制定によってこれから先こうなっていったらいいなっていう思いとか、そういうのを聞かせていただけますか。はい、手話通訳の制度が、あるんですけど、皆さんは手話に興味を持っていただく、手話通訳を目指していただく、皆さんに勉強していただく、手話通訳者が増えていったらいいなっていうふうに思ってます。はい、いろいろ不便なこともあります。聞こえないことで様々な情報が入ってきません。例えば災害の時、避難所で水やお弁当を配る配給があったとした際、その時きちっと情報を得ることができるだろうか、避難所でどうなるのだろうかという懸念があります。また私たちは目で見て生活をしています。例えば伝言掲示板等があればきちっと見ることができます。そのようないろいろな整備が増えていっているいってほしいって思ってます。
いろいろ不便な点はまだまだありますけども、今後入間市に住んでてよかったなと思えるような町になったらいいなと思います。はい、森田さんのお話の中にも災害の時っていうことがあったんですけれども、私たちにとってもね、普段からじゃあ新しい情報を手に入れるためにはっていうふうに考えた時に不安になったりとかね、バタバタしてしまうことがあって不安になるっていうお気持ちね、とってもわかります。現在だとそのようやく筆記ですか、筆談でのやり取りが行政の中でもできたりということがあったり、おっしゃったように電光掲示板にね、こうしっかりと情報が出るっていうことで、だいぶ情報を取りやすくなったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、森田さんいかがですか。いかがでしょうか。そうですね、やはり私たちが安心してきちんと情報を取れるようになったら大変便利に生活できると思うので、ぜひ皆さんも何かこうお店等も含めて伝言掲示板が広がっていってほしいという思いはあります。うん、わかりました。高橋さんいかがですか。はい、手話言語条例ができて本当に私たちも、お喜びなんですが、私が思いますには手話言語条例がきっかけとなって、聴覚障害者だけではなく他の障害についてもいろいろ気づいていただいて、何かできることを手伝おうとか、どうしたらみんなが気持ちよく安心で暮らせるのかなどと考えて行動していくってことが皆さんに、気づいていただきまして、そのようなことができる入間市になっていったらいいなというふうに思っております。はい、今はコロナのために人と人とのつながりがとても難しくなっていますね。さらにマスクが必要ですから人の表情が見えなくて、なんとなく距離感が生まれて親しみが薄れるような気がします。寂しいというふうに思っております。さらにマスクは聞こえない方々にとってはとても不便なことなんです。手話は目で見る言語、つまり手や指の動き、顔の表情、体を使って手の表現する言葉なんです。マスク着用は顔の表情が見えない、口の形が見えないのですから、言葉の一部が見えないということになります。ですからとても不便なことなんです。私たちのサークルでは早くコロナ禍が収束して、マスク必要なしになることを待ち望んで、全員がマスクで学習して活動しております。はい、今日冒頭でもお話ししたんですけれどもね、マスクをすることによってこの口径ですよね、口の動きをね読み取るっていうのが非常に難しくなっているということで、聞こえない方にとってはコミュニケーションを取るときに非常に大きな壁になっているっていうこともあるわけなんですよね。今回ご出演いただくにあたって、いろいろね、皆さんにはご無理を聞いていただいて、マスクを着用してどうにかお願いしたいっていうことを、事前にお伝えしていたんですけれども、急遽ね、こう前日ですかね、ウィンドウクリアマスク、ね、口の動き、表情が読み取れる、そしてそうしながらも、顔の大切なところをしっかりと覆ってくれるマスクというものが手に入りまして、現在森田さん、そして手話通訳の南さんにつけていただいています。今日はねスムーズな読み取りができているのかなというふうにも思いますし、コミュニケーションがしっかり取れているのではないんでしょうか。森田さんいかがですか。そうですね、今お話しいただいたみたく顔の表情が見えるということは、手話を表すときに顔の表情も手話の一部になってきます。お店等で例えば袋をいりますかですとか、ポイントカードありますかというような質問をされることがあるかと思うんですけども、マスクがあるとやはりきちんと何を言われているのかわからない、それがマスクを
か外せば口の形を読めて、きちんとお話がわかるので、やはり早くコロナが収束してマスクなく生活できるようになったらいいなと思います。そんな日が来ることを、待ち望んでます。はい、そうですね、本当にそれが一番の、まあ、みんなの願いですよね。はい、では最後に、聞いてくださってる皆さんに森田さんからメッセージいただけますか。今回はここに出演するきっかけをいただいて本当に感謝しております。放送を聞いてくださっている方々がぜひ手話に関心を持っていただけたら嬉しいです。市民の皆さんといろいろコミュニケーションが取れるようになったら嬉しいと感じています。例えば病院ですとかスーパー、コンビニ等でも店員さん等からありがとうという手話をしていただくと私は大変嬉しく感じます。ぜひ皆さんも手話に関心を持っていただいて、簡単な手話でも構いませんので、ぜひ手話を覚えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、高橋さんどうでしょうか。一つ、簡単な挨拶の手話など教えていただけませんか。そうですね、とても言葉で表すのとても難しいんですが、挨拶っていうのは、両手の人差し指を、向かい合わせて、上の方を少し軽く、曲げます。これがお辞儀をする形ですので、挨拶という手話になります。はい、ちょっと首を頭を下げながら、手の指の先を下げると頭を下げて挨拶するっていう手話になります。あ、なるほど、そうなんですね。はい、そこに朝の挨拶だったら朝という手話がついて、ね、指先を折り曲げる。そしてお昼だったらお昼の手話をつけてこんにちは。そして夜だったら夜の手話をつけてこんにちは、こんばんはという手話になっていくわけなんですね。そうですね。うん、テキストや、まあ、今テレビでもね見ることができますので、ちょっとこれをきっかけにね皆さんに手話を覚えていただけたら嬉しいなというふうに私からも思いますし、先日7月9日宮寺小学校で、手話普及リレーキャンペーンというのが行われて、森田さんそして高橋さん南さんも行ってらしたんですよね。はい、行きました。そこで子どもたちに手話は、とっても身近な存在なんだよっていうことをね活動を通して教えていただきました。小さな子どもたちにもこういうふうに興味を持っていける活動っていうのをねこれからもしていっていただきたいなというふうに思います。そうですね。はい。またこう日本では長い間この手話をねこう言語として認めていなかったっていう背景があるっていうふうにお聞きしたんですけれども、今回の整備でさらに手話教育であったりとか南さんのように手話通訳者の育成とか、まあ、法の整備が進んで聞こえない人の社会参加がねこうさらに進んでいけばいいなというふうにも思っています。実際私もですね、最近、手話を勉強し始めてまだまだねもう本当に不慣れなんですけれどもね、いつの日か皆さんとこう手話でお話ができたらいいなというふうに思っています。今日はお三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひ手話の勉強頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日は特集としまして入間市手話言語条例制定についてお話を伺いました。入間市聴覚障害者の会代表の森田昇さん、そして入間市手話友の会手話の友の会会長の高橋留美子さん、森田さんのお言葉を読んでいただきました手話通訳者社会福祉協議会の南由紀子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。